牛久に来ましたよ。牛久に今年2回目の牛久です。前回はねもう奇跡的に47センチのねもう豚バス君が連れてくれたということで調子に乗って来てしまいました。私の釣り方で牛久でねこれぞ豚バスっていうのが釣れるのがね4年に1回ぐらいなんで4年に1匹ぐらいしか釣れないペースなんで今年はもう勝ちですよね。もう年に1匹釣れれば勝ち、もう今年は勝ち確なんですけど釣り人の佐賀で1匹釣れるともう1匹釣りたくなっちゃうよね。今ゆっくりこっちに水が動いてんだけどあっちにボートの人が先行してるから逆行きますかね。今年の牛久は水位が高い。話によるとどっかの水門の工事の関係で水位が高いらしいんですけれども、これね今こうここね浅すぎてフローターのフィンこすって入りづらい場所なんですけれども、今年は水位が高いおかげでフローターで入りやすい。だけどここで今ね見えるかな、もうフィンすっちゃってるんですよね。泥がブクブク、牛久沼ってボトムが泥なんでフィンが泥を蹴るだけで進まなくなっちゃうんで、あんま浅いところ実はフローターってね不向きなんですよね。あのねアルミの人がずっとそこね先行してるんで逆やろ逆、こっちやろこっち、こっちを逆に行こう。さあどうかな牛久。気合入れてポッパーもね5個作ってきましたよ。ちょっとね私最近もうめんどくさくてラバーレッグつけてなかったんですけど牛久で釣れる可能性を少しでも上げようってことでラバーレッグをねつけてきました。一昔前はねラバーレッグ付きのフライってねブルーギルがねこうやたら引っ張ってちっちゃいギル君ばっかりにこう遊ばれちゃう感じがあったんですけど、近年ね、まあ、牛久もそうですけどカスミもねブルーギルすごく減っちゃったんでむしろブルーギルを見つけるのにラバーレッグは役立つんじゃないかって。牛久もブルーギルすごい減ったよね。いねんじゃねえの、もう牛久のブルーギルってもう幻の魚になりつつあるんじゃねえのかな。いいのかな。前回来た時はね一回も見ませんでしたよ。まあ前回来た時は47センチの豚バス1匹の反応以外何にもなかったんでもうそれしかなかったんでわかんないんですけどね。すごいね釣れそうな天気なんだけどね、もっと違うとこ行った方が良かったかな。梅雨が明けたらもう牛久なんて本当絶望しかないんでね、梅雨時に来ときたかったんですよね。多分あれこれあれオイカーのライズですね。このポツンポツンってライズね、メタンガスもあるけどオイカーもいますよ。ちょっと魚の顔が見えた。あー鯉だ鯉はいますね。鯉はね鯉はいますね。すんげえ釣れそうな場所なのにな、すんげえ釣れそうな場所なのにな。釣れる時は突然なんですよ。釣れる時はねほぼ釣れないんですけどねほぼ釣れないのが牛久なんですけれども、釣れる時は突然釣れるんですよ。その突然がいつ来るかだよな。今日は来ないかもしれないな。霞に行った方がいいかな。この釣り日和の天気を無駄に使ってる気がする釣り日和の天気を無駄に使ってる気がするな。牛久だよな、何にもないな、相変わらずノーヒントだな鯉が跳ねてるだけだよね。あと及川のライズを見た。あれもなんか及川のライズか、あとモロコかなんかじゃないかな。もう相当やったんですよ。ぐるーっとここをぐるーっと回ってぐるーっと回ってここに来たんですよ。うんすんですね。うんともすんともですねやっぱり牛久か。ここ魚気はあるよね。バスじゃないにしろ魚が
魚っ気はある。ここで勝負してみますか。ちょっとこれ青子がひどすぎる。なんかみるみる青子まみれになっちゃいましたね。はい、ギブアップです。4時間か5時間ぐらいやったのかな。あのね、もう水がひどい。エントリーした時はこんな水ひどくなかったんですけど、みるみるね水質が悪くなってね、ただでさえノーバイトの猛攻と戦ってるのに、この水の悪さでね、このブクブクの水でもう心が折れました。やっぱり牛久は4年に1匹しか釣れないフィールドなんだろうか、俺の釣り方だと。これはもうちょっとギブアップですね。今時刻が12時ちょい前なんですけど、どうしよう、霞に移動しようかな。ちょっとこれはひどすぎる。もう水が悪すぎる。霞に行ってみようかな、それとも帰ろうかな、とりあえず上陸して考えます。天気は最高なのにな。最高の釣り日和の天気をもっと違うフィールドに使った方が良かったかも。牛久に来たのは失敗だったかな。ちょっととりあえず上陸。はい、移動してきました。霞に来ました。牛久のね水質があんなにひどいとは思わなかった。ここにこれゴシゴシ一生懸命ね洗ったんですけど、ここに青子のラインがつくほどね水がひどかった。霞でやります。さあ、霞ならば1日やって1匹ぐらいは釣れると思います。時刻は今ね1時45分ですね。どうかな、釣れるかな。霞も沈黙してんのかな。ピックアップして沈黙してなかったね。もうダメか。なんか合わせとピックアップが自分の体の中でなんか中途半端だった。くっそ、出ましたね。やっぱり牛久と違って霞はヒントがありますよ。ヒントが、霞はヒントがあります。くっそ、もう出ないかな。あ、これはブルーギルだ。やっぱりね、牛久より霞の方が全然生命反応があるよね。牛久はほんとブルーギルもほんといなくなっちゃったからな。ほんと忍耐の釣り場になっちゃったな、牛久ってのはな。今の何、ブルーギルなら結構でかかったんじゃない。コバス一応やってみますか。一応やってみますか。ブルーギルダービー。よし、ブルー、一人ブルーギルダービー。出ないかな。よし、はは、ちっちゃかったか。ちっちゃかったか。やっぱり。さらにちっちゃいな。ちょっと一応測るか。14センチぐらいじゃないのかな。はい、2023年一人ブルーギルダービー、私今んとこ記録17センチなんですけど、13センチです。記録更新ならず、ありがとう。セルフィッシュさんで2023年ブルーギルダービーやってますんで、20センチ以上のね、でっかいギル釣ってる人はね、参加されてはいかがでしょうか。私は今のようなギルしか釣れないんで、でっかいギル釣ってる人は、セルフィッシュさんに
エンプティー払ってこのメザーを送ってもらってね、参加してみてはいかがでしょうか。ちっちゃくてもまだ霞の方がブルーギルいるね。牛久はブルーギルも本当いなくなっちゃったからね。だけどでっかい豚バスはまあ例に釣れるんですよね。もう本当牛久は夢をフィールドになっちゃいましたね。現実味があんまりないという、夢はあるけど現実味があんまりないという、現実の釣りとしては霞の方がやっぱりね、楽しいっては楽しいかな、釣れるからね。お、なんだ、おおお、あれ、畜生、あいつのがでかかった、あいつのがでかかった、なんだよ、もうフライをバス用に戻しちゃったじゃないか。今のやつよりはでかかったと思うよ。ここブルーギルいるんだね。じゃあメッケがないよな。よしあ、おお、これはサイズアップしたんじゃないか、サイズアップしたんじゃないか。おーし、17センチ更新になるか。10 1 2 3 4 5 6、あー7、ちょっと、うん、17、あーやっぱ10、あー欠けちゃうか、17ちょっと欠けちゃうね。サイズ更新ならず、2023年まだ17センチです。はい、17センチ弱のブルーギル、ありがとう。ちなみにね、シェルフィッシュさんのね、ブルーギルダービーはもう20センチ超えてるみたいですね。とても太刀打ちできません。私はとても勝負にならないんで、我こそはという方はぜひ私の代わりに私の仇を取ってくださいじゃないですけど、関東勢、特に関東勢の方どうですかね。関東でもね、多分場所によっちゃなんか野池とかでやってる人は、人知れずなんか穴場的な野池でやってる人はでかいブルーギル釣れたり釣ったりしてんじゃないのかな。私誰、メジャーフィールドで釣りたいっていう変なこだわりがありまして、普通にメディアに出るようなフィールドでメインにやっておりますんで、私のホームの霞があんまりブルーギルでかいのいないんで、よくね、霞で20センチのブルーギルたくさん釣れますよって言ってる人ね、真面目に測ってないですよね。多分19センチだと思いますよ。19センチはまあまあ釣れるんですよ、19センチは。とりあえずブルーギル釣れて落ち着いたな。やっぱり牛久はあまりにも修行の場すぎる。何もないんだもの。で、青子があんなにね、浮いちゃって今日は。やっぱりギブアップしちゃいますよ。バスだ、やっとバス、あそこにサピッてやったのバスだったんだね。よしよし、小さいけどバスだぞ。これからなの。私撃沈は回避、まだキャッチしてないからまだキャッチしてないからちょっとまだあれか。撃沈は回避しそうですね。よし、そんな小バッチでもないよ。大きい小バスですね、大きい小バス、やった。なんかシャパッとか言ったのはあれだな、これからかな。よしと、奥の方でシャパッとかやったのはバスだったんだけど、これからかな。このストレッチもう一回やり直した方がいいかな。なんだね、口閉じ帯開きで28センチやりました。28、結構綺麗だよねバスね、綺麗綺麗、やりました、ありがとう、釣れてくれました、やった、綺麗だよ、口も綺麗、ありがとう。時刻が16時4分、これからかな。今のバスは明らかにキャストすると同時ぐらいにね、なんか奥の方でね、ピシャってなんかフィーディングのバスでしたね今のはね。ああいう食い気のあるやつを見つけていかなきゃダメだね。だいぶ上流からバッチリのが流れてくるよね。
うわタイミング合わなかった、くっそーいたのか、くっそタイミングが合わなかった、なんてこった、くっそいたんだね、くっそ、うわこれで終わりかな今日は悔しいの。霞に移動して撃沈は回避したんですけれども、ちょっとパッとしなかった印象ですね。あのこういうね、水門から入ってくる水がね良くない。昨日まとまった雨が降って、雨がねプラスになる場合もあるんですけど、マイナスになっちゃったのかな、なんかどぶ臭いんだよね、こう水門から入ってくる水がね。ちょっとパッとしなかった、まあ撃沈は回避したからいいや。なんか天気は釣れそうだったんだけどな、水がいまいちだったな。今はまだいいんですけどね、ちょうど釣りしてる時にね、なんか泡の変な水が入ってきてね、いまいちだった。今はまだいいな、なんか今良くなったの、何だったんだろうな、あのなんか突然入ってきたあのちょっとどぶ臭い水が入ってきて、それでいまいちだった感じがするな。まあ敵陣は回避したんで、よかったよかったにしておきましょう。まあ、霞はなんだかんだ一匹は釣れるね、一匹は霞は一匹は釣れるわ。追ってきて食う感じがあんまりなかったな。なんか結構ね、キワキワの奥の方でパシャってなんか出る感じで、まあ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 釣れたんだからよしとしなきゃね。釣れそうな天気だったんだけどね、水がいまいちだったな。今は悪くないな、今更。水のなんだろう、循環がねややこしいですね、霞水系ね、うまくいかない。